はい、本日なんですけど、ミニマリストで物をあまり買わない僕が最近買ったとってもいいものをご紹介します。僕は結構洋服なんかは買っているんですけど、最近もよく買っているんだけど、実はね、売ってる数の方が多かったりするんですけど、生活に置けるものっていうのはね、なかなか買わないんですよ。そんな中で最近珍しく買ったものがあったんで、今日は紹介していきます。早速紹介していこうかな。僕が買ったものは、いきますよ、こちら。はい、こちら。はい、こちら。なんだと思います？こちらね、ゴミ箱なんです。こちらミラージュセンサー瓶っていう赤外線センサーがついてて、手をかざすと開いてくれるゴミ箱なんです。ゴミがね、あるとして、こうやってピッてかざすと開いてくれて、これ捨てれるというね。でね、時間でね、これがね、またね、いくよ、閉まってくれるんですね。すごいよね。手をかざすと開いてくれて、時間でこうセンサーになってて、これがね、閉まってくれるんです。で、長く開けたい時はここボタンを押すと、ずっとね、開いてくれて、閉めたい時にはここのボタンを押すと閉まるというね。で、このステンレスのボディがね、かっこいいですよね。はい、こちら買いました。今まで自分のいる近くには無印良品の小さいゴミ箱を置いていたんだけど、どうしてもその小さいのがいっぱいになったら袋に入れるじゃないですか、大きな袋にね。その時にどうしてたかっていうと、実はこうしてたんです。はい、今までね、ビニール袋をもうポンって置いてるだけだったんだよね。これはやばいよね。ちょっとスペースも取ってるしさ、これちょっとまずいから、これを改善しないとなとは思ってたんだよね。これね、こっちからは別にね、見えないんだけどね、こうやってね、全然いいんだけど、やっぱりね、誰も来ないとはいえ、これは気になりましたね。はい、そうなんですよ、そのまま置いてたんです、すいません。そうしてしまっていたので、それじゃいかんと思って今回は買いました。ちょっとね、その同じ場所に置いてみます。はい、どうですか、さっきの袋の状態とは全然すっきりしましたよね。こうやってね、ゴミね、こうやってポイって、いやー、いいね、楽、本当にね、ソフトにしまってくれるからね、本当に良かった。まあ普通に基本的には何にも見えない状態にもなるしね。で、あってもね、かっこいいっていう感じですね。僕がどういうところに魅力を感じて購入したのかってことをお話しします。スタジオにお返しします。はい、そうなんですよ、センサーで開いて自動に閉まる便利なね、ゴミ箱を購入しました。こちらをね、買った根拠があるんでご説明します。まず見た目が格段に良くなりましたよね。まあ正直思っていたんですよね、誰も来ないし、別にゴミ袋直接置いててもね、誰にも注意されることもないし、自分からしてもいる場所からは見えていないので、そんなに気にしていなかったんですよね。しかし今回買ってみて、本当にシャキッとね、ステンレスのシルバーの感じでね、ちょっと近未来っぽくなって、見た目が格段にアップしました。見るたびにかっこいいなって思えるようになりました。次にいいなと思ったところは、機能面が優れているところですね。だってゴミ箱で手をかざすとスッと開くってね、そんなことなかなかないじゃないですか。手が塞がってしまっている時でも自動で開いてくれるんでね、捨てやすいっていうのもありますし、昔足で開けるタイプ持ってたんですけど、足でパッと開けるとね、勢いもすごいんですよね。そしてそれを開けたままにしとくキープの足もね、結構力がいるんですよね。これわかります？前にもステンレス製みたいの使ってたんだけど、下ろす時も結構パーンってね、音がすごいんだよね。今のものはソフトにしまってくれます。次に気に入ったポイントは、部屋のスペースを埋めてしまわないってことなんですよね。生活をしていく中でどうしてもゴミは出るものですよね。そしてああやってゴミ袋をそのまま置いてしまっていると、そのスペースっていうのはどうしてもゴミ袋で埋まってしまっています。スペースを取ってしまっていましたが、今までよりも小スペースでシュッとかっこよくね、同じスペースの中ですっきりできたっていうのはね、自分的にはとてもいいです。必要でないもので新しく場所を取ってしまうものだと、ミニマリストとしては買いづらいんですよね。必要不可欠なものでスペースを埋めるのはしょうがないと思えるので、そういう面でもいいです。見た目よし、機能よし、部屋のスペースを広くしてくれる、この条件が揃って、僕はリサイクルショップで偶然あのゴミ箱を見つけたんですけど、もともと知ってはいたんですよ。おしゃれな家具屋さんにゴミ箱が置いてあって自動で開く、なんてかっこいいんだと思っていたんだけど、2万円ぐらいするんですよね。あのゴミ箱も
定価は2万円以上します。いくら便利なものでもゴミ箱に2万円、それだったら開けるよ、ちょっとねそう思っていたんです。しかしリサイクルショップで見つけた時にあのゴミ箱が6000円で売られていたんです。2万円のものが6000円になっていて、その機能っていうのは気に入っていたわけですから買わない理由がないですよね。傷も全然なくて綺麗な商品だったので購入を決めました。自分の中でゴーが出ました。なかなか物は増やしませんが、またね生活の質を上げてくれるアイテムをね一つゲットできました。ゴミ箱でセンサーで開いてくれるっていう機能がね、機能としてはトップじゃないですかね。僕はとても満足しています。はい、いかがだったでしょうか。今日はミニマリストの購入品、ミラージュセンサー瓶、センサーで自動開閉してくれるゴミ箱を購入したよっていうお話をねさせてもらいました。ゴミ箱が手をかざしただけで開いてくれるっていうのは、これねちょっとしたことだけどめちゃくちゃいいですよ。リサイクルショップに行った際にはあのゴミ箱あるかなって探してみるのもねいいと思います。お揃いにしましょう。はい、今日の動画が良かったよ、そのゴミ箱かっこいいですねと思ってくれた人はグッドボタン、これからもミニマリストの情報や生活に役立つ様々な情報を発信していきますんで、よかったら見逃さないようにチャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあ最後にもう一回ねこちら捨てに行きましょう。レッツゴー。はい、捨てるよ捨てるよ。はい、ポイ、閉まるか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 閉まったー。